またね、斉藤飛鳥、感謝溢れる卒婚ショットにファン感動、最高の思い出、愛されてる人なんだな。5月22日、乃木坂46斉藤飛鳥卒業コンサート、57日、18日に東京ドームにて開催した、斉藤飛鳥がインスタグラムを更新した。斉藤は、自身のインスタグラムアカウントにて、20235月17日から18、斉藤飛鳥卒業コンサート in 東京ドーム無事に終えることができました、と報告し、私の、やりたい。を叶えようと頑張ってくださったたくさんのスタッフ、マネージャーの皆様、忙しい中たくさん練習し作り上げてくれたメンバーのみんな、会場に来てくれた方々、配信を見てくれた方々、応援してくださった皆様、本当にありがとうございましたなどと感謝を綴った。その上で、最高でしたね。打ち合わせからリハから本番まで、ずっと幸せでした。シャープ乃木坂46シャープ全員いい人シャープまたね、とハッシュタグと共にコメントすると、ペンライトが光る会場の様子や、ステージショット、自身がカメラ目線で振り返っている姿などを複数掲載した。バル、この投稿に対して、ネットでは、とても素敵、いろんな思いがぎゅっと詰まったライブ、再編な期間から幸せを感じてやってくれていたなら、私も幸せ、アスカちゃんは世界一のアイドル、どの瞬間も大好きでいっぱい、本当にいろんな人から愛されてる人なんだなって実感、最高の思い出、などの反響があった。乃木坂46の人気メンバーとして活躍した斉藤は、ファッション誌、スウィートでモデルを務めるなど、多方面でも活躍中。また、2017年発売のファースト写真集、潮騒以来自身6年ぶりとなる写真集、ミュージアムが5月23日に発売される。